流スタートー。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。プレミアムチャンネル V のプレミアルでございます。今日は、こちら。1月8日の16時ジャストでございます。16時からやらなければいけないことがある。今日は何の日かわかるか。プレミアム最終日なんです。全く課題が終わってないよね。ということで、本日の企画はプレミア流のジャストラ勉強会冬休み最終日早く課題終わらないといけないバージョン。よくわからないけど、プレミア流なんと、本日冬休み最終日でございます。宿題が全く終わってません。はい、もう夏休みと一緒ですね。夏休みを最終日に宿題を終わしました。本日も最終日に終わしていこうと思います。さあ行くぞ。みんな普通にやった方がいいからね。コツコツやるや。はい、では、やっていこうと思います。ルッコラショー。はい、ということで本日の課題です。何一つ終わってません。まずいね、これまずいよ。16時からスタートしたんで、何時に終わるだろうね。だいたいね、僕の場合ね、毎回一度ひたすら勉強会過去3回してるんですけども、全部日付変わってるんですよね、これね。うん、まずいよね。今回も、かなり多くて、まず宿題が何なのか知らないんだよ、僕は。僕の学校にはこちら、書いて覚える漢字練習帳ノート、かっこ手の運動と、この繰り返し練習帳、かっこ手の運動がございます。はい、ということで、まずこちらをね、終わしていこうと思います。はい、本当に手の運動、マジでこれ。まあ、覚えようと思えば覚えられるんだけど、覚えようとしないから僕は、無理なんだよね。はい。ということで、いつも通りね、集中力を極限に高めさせる、音楽があるみたいなんで、その音楽を聴きながらやっていこうと思います。まあ、本当にこれ、音楽をやって勉強になるかどうかっていう話になりますが、はい、25分間で、25分ハーフでやっていこうと思います。キーボードだってちょっと邪魔だから、外します。皆様はお年玉で何を買いましたでしょうか？僕はまだお年玉というか自分のお金でね、グリーンバッグを買いました。新しく後ろにあるんだけど、これグリーンバッグをね買いました。あれを買ったことによってね、本当にクロマティ合成がしやすくなったんですよ。前まではね布なんで、本当に布ちかかで買った布をね使って、緑色のね布を使ってクロマティ合成したんで、本当にクソゴミだったんですよ。でもあれ1000円ぐらいだったんですけど、今回やったのが3000円ぐらいのやつなんで、たかが2000円の差で、いや、あれほど変わるのかって思うぐらいね、もう、すごい、めちゃくちゃ、クロマティ合成できて、最高っす。最高だよね。最高だね。いや、漢字とか、そういうやつなら、まあ、日本人だし、必要だなーってのはわかるよ。数学とかさ、もう、加法定理とか、どこで使わねえんだろうし、もっとバカ野郎。マジで使わねえよ、あんなん将来よ。ということで、とりあえずこちらの書いて覚える漢字練習帳ノートは終わりましたー。ねえ、グレートラーニング。現代のグレートラーニングだって。ようやくだって。ええよ、別に、女。もうね、ぶっちゃけね、ようやくなんて、無理だから、パシャリーニ。パシャリーニ。さあ、ということで始まりました。プレミア流のひたすら勉強会ということで、実況は私、編集中のプレミア流がお送りします。ということで、始まりましたね。冬休みバージョン。皆さんはちゃんと宿題した方がいいですよ。僕はやってませんでしたよね。ということで、ここでまさかの人から電話がかかってきました。おとうメンバーの春から電話がかかってきました。はい、なんでしょう。いや、課題の進捗を聞きたいだけで。現在、もう、バリバリ、やってますよ、動画の方で。動画の方でいや、夜中に徹夜するのだと思いました。今ちょっとグレートラーニングをちょっと写真撮って全部写してるぐらいですね。ああ、俺も終わんなかったら夜中また電話するかもしれない。頑張りましょう。テストは捨てましょう。そうですね、テストは捨てましょう。今回捨てます。そう、捨てます。ではまた夜ではまた夜に。はい、バイバーイ。バイバーイ。今日でもなんだかいける気がする。何こんなことしてるから彼女がいけない。いや覚えている限りライダーはいる。はい、ということで、ようやく終わりました。あ、ようやくトレーニングロードが終わりました。イエーイ。続いては本誌の方やっていこうと思います。さあ始めていこうと思います。第2ラウンドです。でもみんな3学期って言うてねめちゃくちゃ短いんだよ。だからまあ残り少しの辛抱だって、あれじゃん、卒業式とまあ受験ぐらいでしょ。だからもうそれ2つのイベント終わったらもう休みだからね。うん、とりあえず第2ラウンド終了です。第2ラウンド終了したので、今からお風呂に入っていこうと思います。はい、ということでお風呂から上がってまいりました。現在の時刻はこちら、19時11分ということでね、7時を回りました。はい。さあ、いよいよ宿題の方も大詰めに入ってまいりましたということで、現在の時刻はまだ7時半ぐらいなんでね、結構時間に余裕があります。はい、ということで、まあ、いつもね日付変わってるんですけども、今回は日付変わることなく宿題が終わりそうですね。ということで残りもう少しで宿題が終わります。皆さんちゃんと宿題は計画的にやった方がいいですよ。こうならないためにもね。うわっつりー、現在の時刻こちら8時42分でございます。プレミア流冬休みの課題全て終了いたしました。終わったね。終わったよ。うん、わーお、素晴らしいよこれ。はい、ということで、本日の動画は、まあ、約4時から始めてで、まあ、ちょっと休憩もありつつなんで、まあ、約1時間後とか2時間ぐらいで冬休みの課題を進めてみました。やっぱゾーンに入ると人間何でもできんだよこれ。はい、ということで明日から学校生活頑張っていこうと思います。ということで今回はこんな感じで終わりにします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。あ、テストは捨てました。最後まで動画を見てくれてありがとう。最新動画、関連動画は上のボタンを押してくれよな。チャンネル登録、高評価よろしく。それでは、せーの、バイバイ。